定791便は羽田空港出発遅れのため定刻よりも10分遅れまして10時15分に到着予定でございます。従いまして平成東京羽田空港行き定刻10時45分発平成794便は使用する飛行機の到着が遅れましたため定刻よりも10分遅れまして10時55分に出発予定でございます。なおただいまのところ羽田空港到着予定時刻は12時30分でございます。大変恐れ入りますがご了承くださいますようお願いいたします。ご
にご利用のお客様はどうぞその旨ご了承ください。Thank you.
ようございます。本日もワンワールドアライアンスメンバー日本航空をご利用くださいましてありがとうございます。皆様のお手荷物は上の棚または座席の下などしっかりと固定される場所においでください。上の棚は共用となっております。本日はほぼ満席のお客様を予定しております。お荷物を無理に重ねて入れますと滑り出て思わぬ怪我をすることがございますのでお気をつけください。ご利用くださいましてありがとうございます。まもなく皆様のお手荷物が安全に収納されていることを確認させていただきます。皆様のお手荷物は上の棚または座席の下などしっかりと固定される場所に置いてください。携帯電話など電波を発する電子機器は機内モードに設定するか電源をお切りください。
東京国際空港羽田行きでございます。また本日は使用機材到着遅れのため、皆様お機内にご案内する時間が遅くなりましたことをお詫びいたします。本日164名の皆様とご一緒させていただきます、機長は2機、私は客室を担当いたします和田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。出発いたします。携帯電話など電波を発する電子機器の使用は法律で禁止されております。機内モードに設定するか電源をお切りください。また日本航空では機内インターネット接続サービスを時間制限なく無料でお楽しみいただけます。このサービスは離陸の約5分後から約5分前までご利用いただけます。詳しくはシートポケット内のリーフレットをご覧ください。またこの便では機内ならではのお買い物もお楽しみいただけます。ご旅行の思い出に、また大切な方へのプレゼントにいかがでしょうか。詳しくはシートポケット内のジャズショップをご覧ください。それでは1時間15分ほどの空の旅、どうぞごゆっくりお過ごしください。ただいまから非常用設備についてご案内いたします。皆様必ずご覧ください。ご乗車ありがとうございます。これから安全のためにビデオをご覧いただきます。皆様必ずご覧ください。シートベルトは腰の低い位置でしっかりと締めてください。外す際はレバーを上げます。突然の揺れに備えてシートベルトは常に着用ください。お休みの際もお願いいたします。この便は全席禁煙です。携帯電話など電波を発する電子機器は機内モードなどに設定するか電源をお切りください。電波を発する状態にある電子機器は使用できません。安全を阻害する行為は法律で禁止されています。近くの収納場所に確実に入れてください。非常口や通路には置かないでください。無理に詰め込んだり重ねると危険です。この飛行機の非常口は安全のしおりで確認できます。座席近くの2カ所の非常口を確かめてください。視界が悪い時は誘導灯に従って避難してください。酸素マスクは必要な時に出てきます。マスクを強く引くと酸素が出ます。鼻と口に当てバンドを頭にかけ長さを調節してください。緊急の時はシートベルトをしっかり締め衝撃に備える姿勢をとってください。救命胴衣は座席下または肘掛け下にあります。袋を破いて取り出します。頭からかぶり紐を腰に巻いて留め具をかけしっかりと締めてください。乗務員の指示に従い非常口で引き手を引いて膨らませてください。
際には手荷物は一切持たないでください。両手は前に伸ばして上体を起こして滑ります。援助する際にはスライド横に立ち体を引き起こしてください。滑り降りた後は機体から速やかに離れてください。お手元の安全のしおりをもう一度ご確認ください。快適な空の旅をお楽しみください。
使用はお控えください。小さなお子様連れのお客様はお子様をしっかりとお抱きください。まもなく着陸いたします。
導いたします。シートベルト着用のサインが消えるまでお席でお待ちください。上の棚をお開けになる際には手荷物が滑り出ることがございますので十分ご注意ください。ただいまから全ての電子機器をご利用いただけます。なお他のお客様のご迷惑になりますので携帯電話の通話はお控えください。本日は就航10周年を迎えました165名様乗りの飛行機737型機に161名の皆様と3名の赤ちゃんとご一緒させていただきました。ご旅行や帰省を楽しまれ